表情が柔らかくなります。それから打ち解けることができるので、お話ししてくれたりとか、それから笑顔がやっぱ変わりますね。取れるんでしょうね、カバーというかガードというか、取れちゃって自然と自分が出るんでしょうね。その流れがそのままこっち来てくれるので、すごくあったかいですよね。どんな音？ぐにゅぐにゅぐにゅ、すごく聞こえる、ね、犬は従順だけどちょっとこびるとかあるじゃないですか。この子たちこびないので入っちゃうんですよね。だからこの子たちもスーッと入ってくるので、やっぱり分かるんじゃないですか、この子たちはガードがないっていうのは、そっと入ってくるんですよね。でもそれは森のおかげもあります、うん、このね、今日天気もいいし、この青いのすごいじゃないですか。ほい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 、あのね、こうやってね、自分でね、こうやって動かそうとしてもね、自分で動かすから楽な特性が動かないけど、人に横から動かしてもらうとさ、今は動かせなかったら動かせるじゃんね。じゃあね、これからツリークライミングするけど、ツリークライミングは木と友達になるためにやります。いい、木のモノマネストレッチって、木の真似をしようと思います。いい、そう、よくわかるね。もっと上までグーッと伸びれるか伸びるか伸びるか、後ろから風の吹きがどうなる、おお、そうそう、前へ倒れるか前へ倒れるか、はい、台風が来たらどうなる、台風が来たらどうなる、台風が来たらどうなる、台風が来たら、屋久島っていうのはね、鹿児島県のね、もうちょっと鹿児島県なんだけど南の島、うん、そこの島にね、縄文杉って言って、縄文時代っていう時代からね、生えてたっていう木がある。縄文杉は動かないけど、いい、これからね、こうやるのやります。この姿勢でね、縄文縄文って言いながら、縄文縄文って言いながら、これ立つ、はい、縄文縄文、縄文縄文、縄文縄文、はい、みんな行くぞ、早い、せーの、はい、縄文縄文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 、はい、縄文縄文、縄文縄文、はい、お邪魔します。お邪魔します。はい、お邪魔します。これはこれ。これをあげる。手離して。パンツの子は。これ上がった。これあげる。よいしょ。はい、じゃあここ持って、ここ持って、よいしょ。あ、ここ持って、よいしょと立ち上がろうか。よいしょと立ち上がった。おい、今の、お、上手な顔に。全く登れないと思ったけど、登れたやろ、すごいよ、もうね、自分の身長よりも高いところ行ったぞ。これどうするんだ、これ、よいしょ、で、これをこれ、ジジさん、僕は何メートル登れた、僕は何メートル登れたかな、でももうとにかく楽しいですよね。この山の中で遊ぶっていうのが、開放感はすごい、もう顔が全然違います、なかなかね、家族で例えば山登り行っても虫がいる危ないとか先回りしてやっちゃうから、こういうのは多分すごい楽しいんだと思います。気持ちいいやろ。これな、あのじいさんたちこいつで木の上の、あの80メーターの上でこうやって止まってくるんだ。こうやって、こうやって、ここに横に、ここに銀マットってマット入れて80メーター上で止まってくる。面白かったか、続けるの。面白くて怖かった。面白くて怖かったか、うん、なあ、でも今度登るときは多分ね、もう怖くないよ、一回慣れてるからね。普段は本当に工作とか、なんか物と向き合うというのが苦手で、なかなか自分からやろうとしないんですけど、今日は嫌がらずにこのみんなの中に入って、なんか、本人も気持ちが落ち着いて楽しくやっているのでね、水が入る仕組みとかは後からつけるようにしておいた方がいいかなってこと。それが伝わるのに、それを伝える、やっぱり家に母、私と二人でいると、私の顔色を伺ったりね、することが
があるの で子供同士でやってる時の方が生き生きとして楽しそうに自然に触れることがなかなかできないのですごくいいと思います。学校とかだとその個性を出すとハラハラする。そうそうね、黙っててとかついこっちも浮いちゃうみたいな。静かにやるとかね、こうやって見てると騒いでる子もいて真剣なってか、ね、集中してる子もいるのが当たり前なんだよね。学校だとね、出来栄えとか、そう、危なくないかとか順番とかも全部決めたりするじゃない。ここをまず打って、ここをやってそうそう、ね、ってね、完成形があるよね、先生に。でそれを誰々が素晴らしいとかね、そういう風にお互い評価しちゃうから余計に苦手意識持っちゃう部分もあるけど。今長すぎたか、木が薄かったか。でもこれだから、これ以上長いことはないでしょ。そう、これだけ。特にやっぱ特性持った子たちだとなかなかそういう場がてかもうほぼないから、こうやって集まれる場があるっていうのがすごい嬉しいし、なかなか一般の子たちばかりのところには参加しづらいし、多分断られるケースとかもあると思うので、本当近藤先生のおかげだし、この理解してくれるスタッフの方々もいるのですごい安心だし、そもそもやっぱ勉強されてることもあってみんな落ち着いてるっていうか、そういうトラブルが全然、トラブル起きてもそれが当たり前って言ってくれるから。学校も何々はダメとか何々しなくちゃいけないっていう風に型にはまるのがやっぱ苦手な子たちやもんね、余計にルールみたいなのいっぱいつけると混乱しちゃう子たちだから、そんなことしなくてもちゃんとしてる。応援してくれたり温かい目で見てくれるんで、まさかこんなに集中してやると思うやると想像できない。うまくいかないといつもすごい泣き叫んだりするけど、全然なかった。そこやりたいって気持ちが生まれるのがすごいね。びっくりした。この子たち結構やれないと今やれないってなるタイプ、みんな。そうでもやるよね、これでもやっあれ多分ちょっと首が斜めになったら授業だったらやらないよね。もうやる。それをその場で爆発させると、周りから自己中なわがままな子って思われるんだよね。うまく出せないから、処理できないから、それとか苦手な子たちだからついね、思いが大声になったりとか、時短が増えたりとか、うまく言えないだけなんだけど、切る、打つまでをやるって決まっちゃってるから、多分遅い子たちはすごいせかされる。そうね、なんかでも近藤さんもできなかったら次回でいいよみたいな、やりたくなかったり、そうそう、なんかそういうのも多分あってるんだろう。